えっと、これから今動画の説明の通り逸材の見つけた方について説明していきます皆さん特にこの、まあ、動画を見ている人の中で会社の上司とかそういう偉い帽子になっている方にとって会社の反映させるにはやっぱり一番は逸,逸材を見つけることですやっぱり昇進とかそういうこともかかっていると思いますしそれにまあ 日本人の良い癖悪い癖とも言いますが発展させたいですよねでしたら逸材を見つけることをお勧めしますどういうことかと言いますと逸材を見つけることで180度もその考え方が変わるわけです周りの人との相性にもよりますがダイヤの原石を手にさえすればあなたの力は思いっきり格段に上がるというわけですではどうやって見つけるのかそれを今から説明していきます 今自分の目の前に公園が映ってます。その公園の落ち葉、皆さん見えますよねそこなんですよ。その落ち葉を一つ一つちゃんと見極めることです。本当にめんどくさい作業かもしれませんが、その落ち葉と真剣、一つ一つと真剣に向き合うことが大事です。たとえその落ち葉が小ささ、小さかろうが、その落ち葉がでかかろうが、その落ち葉が 本当に今にも風でボ指でつ潰せばボロボロになるものだとかその落ち葉がもう本当たった今木のそうですね木から落ちたばっかで本当なんかまだくっつい,たい耐久度があるなんかそっちに離れ離れないというか簡単に破れなかろうがまあ言いたいことは一つです真剣に向き合いましょうそしてその そしてちゃんと、その人がどこにあるべきか、どこに使っせてるべきか。要は適材適所ですね。自分も動画の中で何度か、何度も何度も言ってますが。そしてそれを、こめて振り分ける作業をして、そして本当に、もう、いるんですよ。もう本当に。そう、最後に見つかったいつの一つのだというか、 そう落ちてた大王のかけらこそが逸材というわけですどうですかね分かりましたかねちょっと本当まあ分かりにくい内容ではありますが少々お待ちくださいねえー、このまとめとなりますがこの日本においてはやっぱり まあ、和と言いますか社会はやっぱ従順でありとかそういうふうに集団,集団社会じゃないか集団行動とか多いんですよねやっぱりそういう社会の中でできているもんですからやっぱり個性は埋没していくようなもんなんですよだからこそやっぱり今日今自分が言ったようにやっぱり逸材を見つけ出すことが大事なんじゃないかなと思いますねこれを見ている会社の上司,上司とか条約とかそういうふうな立場にお借りいる皆さん 今日のことをよくく考えてください。必ずやお役に立てるはずですこんな苦しいご時世ですが少しでも前を向いて頑張っていきましょう以上です